こんろ。こんにちは。昔はお嬢さん、川島美恵です。さて、今週の激辛さんは、ゴーストペッパー。スパイシーチキンヌードル。Amazon さんにおすすめされたので買ってみました。Amazon さんありがとう。これ届くのに1ヶ月ぐらいかかったんだよね。不在表の差出人は、台湾です。ゴーストペッパーってのはジョロキアのことらしいです。ゴーストペッパーのスコビル値は100万らしいですね。英語と中国語しか書いてないのでよくわかんないんですけど、ドライブラックヌードルズと書いてあって、お湯を捨てるイラストがあるので、汁なしの黒い麺なんですね。 Amazon のサイトには希少麺と書いてあって、この小は山椒の胡椒らしいです。山椒だけど胡椒だからジョロキア入ってるけど山椒も入ってるんですかね。これ結構お高くてね、3個入りで1500円ぐらいしたんですよ。1個500円。高級カップ麺。激辛みえチャンネル。中身は黒い麺と白いフォークとなんかソース。黒い麺はこんな感じ。湯切ってきました。ソースを入れます。ドロドロしてんね。山椒っぽい匂いもする。黒い麺に黒いソース。ちょっと鼻がムズムズする。混ぜます。辛い匂いする。結構刺激的な香りでごじゃるよ。結構辛いんじゃないかこれ。混ぜたよ。いただきます。備え付けのフォークで食べてみようかな。すごく辛い。これいきなりガツンと辛いよ。そしてずっと残ってる辛いのが、ほんのり甘みもあるけど、それよりもね、ゴーストペッパーちゃんの攻撃がものすごい辛いな。これあ辛い。二口目慣れてきて口に入れた瞬間はそんなに辛くなくなったなと思ったけど、辛っ。これ辛いわ。極激辛ぐらい辛いかも。辛い。あ、早速涙が出てきた。辛っ。でも美味しいよ。麺はちょっとスナック感というかチープな感じがするけれども、辛っ。でもソースのお味がね、とても美味しいよ。辛いけどパパパパパッと食べなきゃいかん案件だね。辛っ。いった、口の中いった。あ、量がそんなに多くないからいけそうだけどさ。辛っ。鼻ごたも出てきた。あー、涙。辛っ。箸で食べようかな。辛っ。これ辛い。めちゃ辛い。辛い。痛い。わー。涙が。あ、パパパパパッとタイムバフで。あとちょっとなんですよ。もともとそんな量多くないけどさ。辛っ。めちゃ辛っ。やばい。あー。こんなに辛いと思わなかったよ。ジョロキアゴーストペッパー。アフ。ああ。踊りながらじゃないと食べられないね。ああ、口痛。痛。痛い。ああ。辛。ごちそうさまでした。辛。激辛みえチャンネル。ゴーストペッパーヌードル。みえちゃん的辛いよレベルは。10です。これね、極激辛より辛いと思う。初速もすごいけど蓄積もすごいの。極激辛よりも量は少ないと思うんだよね。なのにこの破壊力。美味しいんだよ。奥にほんのり甘みもあって美味しいんだよ。でも半分ぐらいから美味しさより痛さしか感じなかった。ノーウォーターで乗り切りましたが、食後は牛乳カルピスヨーグルトに助けていただきました。ゴーストペッパーめあと2個もある。見てくださってありがとうございました。 Amazon レコメンド侮れないね。ここをポチッとチャンネル登録お願いします。グッドボタンとコメントもいただけたら嬉しいです。またね。